佐賀平野の園系、佐賀市の金流山より、佐賀県千代田町付近のクリーク地帯。国土が増上報国土交通省、1974年、撮影。佐賀県福富町付近の干拓。国土が増上報国土交通省、1981年、撮影。佐賀平野は、佐賀県佐賀市を中心として、佐賀県南部から、 佐賀県東部にかけて広がる平野である。筑紫平野のうち、筑後川より、西の地域を指す別名。佐賀平野といえば、多くの場合、南は佐賀県鹿島市から、北は佐賀県鳥栖市までの平野のうち佐賀県内の部分を指す。しかし、東隣の福岡県にも平野は広がっている。このうち南の方の平野は、筑後平野と呼ばれている。また、 北の方は、筑後川周辺に広がった、貸し段丘となっており、北の地域と呼ばれている。そして前述の佐賀県と福岡県を合わせた、平野地域全体を総称して、筑子平野と呼んでいる。小城市や久保田町より、西の佐賀平野は、白石平野、または白石地域と呼ぶことがある。これに対して、それより、東の地域を、佐賀地域と呼ぶ。 佐賀平野の北は、セフリ山地に接しており、栖市から小木市付近までは、長崎自動車道がちょうど平野と山地の境界になっている。南は有明海に接している。東に筑後川があり、この川が佐賀平野と筑後平野の境界となっている。佐賀平野の面積は、約700平方キロメートルで、佐賀県の総面積の3分の1を占めている。 また、佐賀県の人口の半分を有する。筑紫平野の大部分と、同様、佐賀平野も、河川の運搬によって土砂が堆積して拡大してきた、中石平野である。筑後川と、同水系の諸河川をはじめとして、加瀬川、六角川、塩田川など、多数の河川が並ぶ。堆積量は東へ行くほど多く、筑後川が、最も多くなる。また、 江戸時代以降には海岸で観拓が行われ、さらに陸地が拡大した。明治から昭和中期までは行政が中心となった大規模な観拓事業も行われた。有明海沿岸の地域には、カラミやタクといった観拓特有の地名が多く見られる。2000年前は現在長崎自動車道が通っている、あたり400年前は、 現在 JR 長崎本線が通っているところ、あたりが海岸線であったと推定されている。その後の自然陸下や干拓によって陸地が広がったため地盤が軟弱であった。はすだ、佐賀市、加瀬町佐賀平野は九州でも有数の国葬地帯である。すでに戦国時代には米の生産が盛んになっており、戦国大名流像寺氏の勢力は 佐賀平野南部の土豪であった鍋島市、石井市、大田市、加護市、南利市らの豊かな財力により支えられた。現在でも佐賀平野は地形図や土地利用図などを見てわかるように水田が広がっており米の生産が盛んである。これらの水田に灌溉用水を導くためクリークと呼ばれる水路が各地に見受けられることは佐賀平野最大の特徴とされる ただし、クリークが農業機械の導入を困難にしていたことなどから、戦後は農地の区画整理が進んだ。水路が直線的になるところが増えたり、小規模なクリークがまとまって一つになったりしたことで、クリークは減りつつある。佐賀平野の稲作は、1920年代後半から1930年代前半に大きく発展した。クリークから、 電動ポンプで取水を行うようになり、効率がアップしたこと、品種改良が進み、それに合わせて、肥料の改良が進むなどしたことで、飛躍的に効率が伸び、農家の意欲が増したことなどが原因ではないかと考えられている。この発展期は、佐賀段階と呼ばれた。佐賀段階後は一旦発展が停滞したものの、1950年代後半から1960年代に、 かけて、再び発展した。国営加瀬川農業水利事業に伴う北山ダムと、川上投手校の建設、加瀬川を水源とする用水路網の整備が行われた、ことに加え、農法や農作業を広域的に統一することで終了を、伸ばした。この発展期は新佐賀段階と呼ばれた。また、佐賀平野は、米と小麦、大麦の二毛作を行っていることも、 大きな特徴の一つである。6月に水入れた植えを行い、10月頃に稲刈りを行い、野焼きによって、藁を灰にして、肥料とする。11月下旬頃に、麦が植えられ、3月頃収穫となり、再び野焼きを行う。佐賀県は、田植えが47都道府県の中で最も遅いという、統計結果もあるが、万世種が多いこととに毛作の影響によるものだと。 されている。ちなみに、稲刈り後から麦植えまでの農地が空いている期間に合わせて、佐賀インターナショナルバルーンフェスタが行われ、佐賀平野中西部の広範囲で熱気球が離着陸する。また、温暖な気候や粘土質で水持ちが良い土壌などを生かした玉ねぎやレンコン、イチゴの生産も盛んで、佐賀県第一の農業地帯になっている。周囲の土地が、 地盤沈下して基礎が抜け上がり、1メートル以上の段差が生じた農業倉庫。白石町新宅軟弱な地盤の影響で、佐賀平野は日本でも有数の地盤沈下地帯となっており、いわゆる海抜ゼロメートル地帯と呼ばれる地域も散在する。地盤沈下は1950年代から始まったと見られ、1960年には、 白石地域北部で大規模な沈降によるくぼみが出現し広く知られるようになった。その後も断続的に地盤沈下は進み、1994年には1年間で16センチメートルという過去最大の沈降を観測した。主因は地下水の過剰な組み上げと見られており、上下水道や農業用水路の整備が進んだ。 探し方面では沈下は緩やかになってきている。白石地域でも地下水取水量は減少しているものの、さらなる削減が必要だと見られている。表層は、有明年度層、次に、島原海湾層、阿蘇洋結業海岸と順に並ぶ。地下50メートルから120メートルには、砂礫層があり、耐水層を形成している。北と、西は直接、東は、 筑後平野を隔てて、築地紫山地に接し、南東や南西は、山地や丘陵地に囲まれており、唯一南側だけは、有明海に接している状況で、内陸性気候の様相を呈している。佐賀県内はもとより、九州でも熊本平野に次いで、夏の最高気温が高い地域である。ありがとうございます。